2章レーヌ解放戦。クレスト解放戦の功績をたたえ、勲章が授与された。まずは初戦突破というところだな。みんな聞いてくれ。 E 小隊に加わる新しい仲間を紹介する。戦争のノンフィクション小説を書いているコナー・ドハティだ。以後よろしく。ライアン・フォード、傭兵をやってる。まあ雇われてくるには仕事をするぜ。ノーザンクロス作戦の発動から2ヶ月、連邦軍は各所に派遣された精鋭部隊による猛攻で帝国軍を制圧し、領土深くに侵攻を続けていた。一方、日増しに伸びる補給線の維持は目下最大の課題であり、遠征の各方面軍は制圧した帝国領内にいくつもの巨大な前線基地を建設していた。リーンブル前線基地、クロードたちの属する第101師団の司令拠点であり、今後の遠征を支える重要な兵站基地でもあった。連邦の前線基地ですか？3000人以上寝泊まりできる宿舎に100両以上の戦車、それに前線部隊に支給される弾薬や燃料、食料、全ての物資はここに集められているそうだ。そんなに？とんでもない量の物資を持ち込んだものですね。ここが帝国領内だなんて信じられません。連邦もやるときゃやるってか？しかしよ、こんだけ物資が豊富だってのに、我らが E 小隊にはボロ戦車1両なんてな。ボロじゃありません。どの小隊よりも念入りに整備してるんですから。それにしてもこれだけの物量を前にするとノーザンクロス作戦の規模の大きさがわかるな。ああ、この物量で攻め込めばいくら帝国でも泡食うはずだぜ。いや、帝国の領土はまだまだ深く広い。これでも足りないくらいだよ。そんなもんかに。クロード隊長は慎重な子って。なんだあれ、見慣れねえ軍服だな。あれ海軍の制服ですよ。すごいや、海軍の人までいるんですね。海軍がどうしてこんなところに？海軍さんが丘の上までご苦労なこったぜ。お、海軍の女士官か。見ろよあの尻、海の女ってのも悪くねえな。ちょっとラーズさん、ちょっくら挨拶してくるぜ。お近づきの印にね。どうしようもないやつだな。余計な問題起こさなきゃいいけど。無理だろうな。だね。さて、集合までにはまだ時間がある。
僕は基地内を見て回ることにするよ。来たか、クロード。今日から私が E 小隊の訓練担当となった。専任中尉として各陛下を厳しく指導させてもらう。練度の向上には作戦で積んだ経験が生かされる。陛下ごとに成長の証を見せてくれ。厳しい訓練に耐え、経験が基準に達すれば陛下単位で能力を向上させることができるぞ。さあ、鍛えたいだけ鍛えるがいい。私が新たなポテンシャルに目覚めたようだ。うん、陛下のレベルが一定に達したようだな。新しいオーダーの発令を許可しよう。さあ、限界を超えてみろ。レベルアップだ。おお、なかなか良いものを見せてもらった。戦いで経験を積んだらまた来るがいい。そうだクロード、お前にポテンシャルとオーダーについても話しておこう。陛下の練度向上でポテンシャルに目覚めたりオーダーを覚えたりすることがある。ポテンシャルは隊員が持つ潜在能力だ。隊員ごとに異なり、それぞれ戦場で力を発揮する。オーダーは部隊や隊員に向けて下す命令だ。作戦行動中に隊長であるお前だけが発令できる。特にオーダーについては百聞は一見にしかずだ。一つ教えてやろう。的確に使えば戦いを優位に進められるだろう。戦局を見極めてここぞという時に使うといい。私からは以上だ。これからの E 小隊の活躍に期待しているぞ。あ、先輩、見てください、兵器のパーツがたくさんありますよ。さすがは連邦の威信をかけた前線基地。ここでなら兵器の研究開発ができそうです。戦車の兵装に隊員の武器、強化したいものがあったら僕に言ってください。これから新しい兵器をどんどん開発して部隊を強くしていきましょうね。できましたよ。
できできました。おお、兵器の研究開発、ワクワクしますね。ここが作戦司令室か。出撃部隊の編成は作戦に合わせて検討しよう。作戦では陛下の選定が重要になってくる。それぞれの特性を改めて把握しておこう。さて、まずは部隊の状況を確認しよう。承知した。残念だな。ネタ探しに行くか。よし、今戦いに勝つには事前の準備が重要だ。今回は時間通りだな、クロード。この基地の施設は一通り把握できたか？ああ、今までのキャンプからすれば天国みたいなところだね。それは結構では、その待遇に見合う働きを期待しよう。上官殿、 A から I の各隊小隊長全員揃いました。では早速だが本題に入ろう。E 小隊は拠点について早々ではあるが、司令部から出撃命令が下った。この拠点の北東にレーヌという小さな町がある。課せられた任務はその町の奪取だ。
我が隊の石膏が入手した情報によれば、レーヌは帝国の通信拠点となっている模様です。その通り、レーヌは敵の通信の要衝、故に飛行部隊が守りを固めている。飛行部隊ですか。市街地に立てこもる戦車部隊に歩兵中心の我々が対抗できるでしょうか。心配には及ばん。今回は後方からの砲撃支援を受けられる手はずだ。諸君らは町に侵入した後、敵の戦車の配置を後方の砲兵隊に伝えればいい。なるほど。であれば、敵は戦車の数をハリボテで偽装しているという情報もあります。心眼を見極めて確実に戦車を撃破すれば、町の奪取はそう難しくもないでしょう。うん、さすがはミネルヴァ、頼もしいな。痛み入ります。どうだクロード、情報を制する者は戦争を制する。共同作戦か。攻撃部隊との連携。町はできるだけ無傷で奪還しろ。帝国の設備はそのまま接収し、我が軍の通信拠点として使用する計画だ。町の外に配備されている防衛部隊はミネルヴァが全部隊を指揮し、遠くへ引き離せ。お任せください。その隙に E 小隊は町へと潜入、砲撃部隊に確実に情報を届けるのだ。はっ、了解しました。おい、早速任務だって？チッ、せっかく海軍の美人士官とデートの約束取り付けたってのにね。見栄を張るなよ。手ひどく振られてたじゃないか。なんだよ、見てたのか。ラズ、女遊びは結構だけど、陸軍の恥はさらすなよ。お前には言われたくねえよ。ふーん、私にはな。それより今回の作戦、砲撃支援があるという話だが、もしかして我々の後方につくのは。そのもしかしてよ。この間ぶり、生きてたのね。君も無事で何より。私の部隊、あなたの指揮下に入るように言われたわ。そうなんだ、よろしく頼む。そんなのまっぴらごめんだから、今移動願いを出してきたところ。そうか。ま、技術士官とはいえ軍人の端くれだし、正式に移動が決まるまでは命令に従うけど、あなたにまともな命令が下せるかしらね。えよと弱虫とかよ、急に出てきたお前が今のクロードの何を知ってるってんだ。相変わらず声と態度だけは大きいのね、ラス。あなたは黙っていてもらえるかしら。んだと？それが10年ぶりに会った幼馴染言うセリフか。あのレイリーさん、何があったかは知りませんけど、先輩ウォレス中尉は立派な隊長です。僕たち隊員は隊長を信頼しています。隊長がいたから今までやってこられたんです。あなたも作戦に参加するなら、その信頼しろって、この男を。ま、戦況が有利なうちはいいかもね。でも土壇場じゃどうかしら。
尾を巻いて逃げ出すのが関の山なんじゃないの？レイリー、いい加減にしないか。君の家族を奪ったのは帝国だ、クロードじゃない。あれからクロードだって変わったんだ。ちゃんと今のクロードを。カイ、いいんだ。でもここで何を言っても過去を取り戻せるわけじゃない。僕は気づき直さなきゃいけないんだ。気づき直す？何をだよ。信頼を。レイリー、見ていてほしい。あの日から変わった僕を。それから判断してくれ。君の信頼に足る人間かどうかを。もう一度。任務に関係のない命令を聞くつもりはないわ。レイリー、やれやれ。これよりレーヌ攻略作戦の説明を行う。やってやるぜ。うん、なるほど。行くぞ。おっぱじめようか。よし来た。それでは出撃だ。確実に敵戦車を発見しろ。市街地に侵入し敵戦車の位置をつかむ。 E 小隊出撃だ。敵戦車の位置を把握したいところだが、朝もやで視界が悪い。厄介だな。ああ、ある程度まで近づかないと確認することはできないだろう。こちらも身を隠しながら慎重に進み、敵戦車の位置を探るんだ。了解した。慎重にとなると心配な奴がいるな。約1名ほど。クロード、作戦行動について確認だ。街のメインゲートが塞がれてやがるぜ。まずいですね。
このままじゃ戦車での侵入はできません。ゲートの開閉操作は反対側からしかできそうにないな。ラズ、向こう側へ回り込んでゲートを開けてくれないか。ちっ、しゃあねえな。たく、これだから図体ばっかでかいやつは。それハーフェン号のことじゃないですよね。もしそうならもう乗せてあげませんよ。土があると落ち着くな。発見した。敵発見。そこは射程内だ。撃ってたぞ。迎撃したぞ。射程。そこ。任せときな。撃ってきたぞ。くらいやがれ。恨むんじゃねえぞ。目標の撃破を確認。悪くない戦果だ。了解。発見。敵発見。先輩、敵戦車を発…よし、この調子で頼む。町の中にまだまだ潜んでいるはずだ。行動を開始する。隙があると落ち着くな。ひるむな。進め。敵発見。どうだ。敵撃破。なるほど、いい船だ。さあ行くよ。話なんて。レールの町の通信施設有効に使わせてもらおう。任せな。負けずに打ち返せ。任せな。僕たちの任務は戦車の撃破じゃない。むやみな攻撃は控えるんだ。対戦車兵は弾切れに注意して。
回避する。どうだ、やってやる。発見した。いいぞ、他にも隠れているはずだ。霧やハリボテ戦車に注意して索敵を進めよう。狙われてます。敵発見。離隊だ。僕がやる。発見した。開始する。敵が迎撃を開始。敵発見。撃つぞ撃つぞ。ひるむな、進め。そこ敵撃破。目標撃破。いいぞ。持ってやがれ。敵の後方を探れ。敵戦車発見しました。
これで3両目です。よし、他にも展開していないか。これでも食らえ。敵発見。発見した。敵戦車を発見したぜ。こいつで4両目だ。よくやってくれた。他にも潜んでいるはずだ。引き続き索敵しよう。各隊、戦況を報告せよ。了解。戦車発見。これで5両目ですね。よし、もう少し索敵を続け。敵の反撃に注意せよ。攻撃が来るぞ。開始ね。敵が迎撃を開始しました。敵の侵入を許したか。よし、敵戦車の位置は大体把握した。すぐ後方に通信を。 あれ、おかしいな。どうした、マイルス。妨害電波です。後方と通信できません。じゃあ砲撃支援は。当てずっぽうじゃ砲撃はできないし、そもそも撃てと命令もできないな。先輩、包囲される前に撤退しましょう。クロード。予定時刻はとっくに過ぎてるのに。前線からの連絡は。何度か呼びかけているのですが、応答は一切ありません。呼びかけて。バカ、どうしてそんなこと。ミラ総理、敵にこちらの位置が。無線電波から逆探知されたのよ。ダメだ、やられません。大体の方向を知られただけ。簡単に直撃なんかしない。諦めないで。ですが、すぐに特定されます。上位殿、撤退を。撤退すればクロードたちは。 E 小隊は全滅よ。命令があるまで耐えなさい。このままでは、来ない連絡を待って我々も全滅するだけです。クロード、結局あなたは土壇場で頼りにできないわけ。これじゃあの時と一緒じゃない。変わったって言うなら証拠を見せてよ。西側回廊に敵歩兵隊が接近。このままじゃ完全に袋のネズミだ。クロード、どうすんだよ。ウィクトル中尉との通信も遮断されてます。作戦は失敗だ。撤退の判断はクロード、お前がするしかない。撤退か、ここまで来て。クロード、撤退はしない。何としても砲撃隊に戦車の配置を知らせる。しかし通信ができねえのにどうやって。それは
あの塔、中世に使われていた連絡用の塔ですね。あの数字の並びで情報を伝えていたとか。狙撃犯、ここから塔のパネルを狙撃できるか。もちろん、この距離なら外さない。よし、では準備を。あの塔を使って砲撃隊に座標を伝える。パネルを打てば数字が変わるはずだ。僕の言う通りに狙撃して並びを変えてくれ。まずは上段を715に揃えるんだ。狙撃班了解、任せておけ。前進する。あの数字で砲撃座標を伝えてるのか。そんなんで気づくのかよ。あれ、一番上の数字だけ座標じゃないような。7、1、5、一体何の数字だ。仕上げだ、カイ。鐘を5回鳴らしてくれ。鐘を5回。なるほど、7月15日か。懐かしいな。おい、本当に伝わってるんだろうな。大丈夫、必ず気づいてくれる。レイディならきっと。ほらね。やりました。敵戦車を撃破しましたよ。すげえ精度だ。どっちも直撃じゃねえか。お前の合図、しっかりレイリーに伝わってたようだな。ああ、ラズに伝わってないのが不思議だけど。よし、次だ。別の塔のパネルも同じように狙撃して、上段の数字を715で揃えてくれ。こちらの戦略を知られるわけにはいかんな。行動を開始する。隙があると落ち着くな。発見した。報告は正確に。それはハリボテだ。敵の反撃に注意せよ。倒す。次に行こう。よくやった。前進する。甘いな。目標撃破。前進する。
よし、座標に間違いはない。カイ、金を。任せておけ。あいつはスカッとするぜ。次が最後の塔だ。狙撃犯頼む。上段の数字を715だな。了解した。敵の動きは前進する。任せときな。俺を誰だと思ってやがれ。そこにいるのは分かってるんだ。出てこい。かざりやがれ。へっ、ちょろいぜ。目標開始ね。ハリボテに騙されないでください。えい、やるじゃねえか。よし、任せときな。敵兵発見。はしない。狙撃犯、塔のパネルを狙撃して上段の数字の並び。よし、任せときな。これでも俺を誰だと思ってやがれ。
ダイヤル敵の後方を探れ。へっ、ちょろいぜ。いい攻撃だった。よし、拠点を押さえたぜ。拠点の制圧を確認。了解。撃破。さすがですね。先手を打って攻撃しましょう。発見した。前進する。迎撃態勢を取って。行動開始だ。ターゲット確認。決定。戦車の位置を把握せよ。行動を開始する。行動開始だ。パネル上。前進する。打ち抜く。金を鳴らすぞ。戦車部隊が全滅。これまでか。よし、撤退するぞ。速やかにな。やけにあっさり引いたな。まだあれだけの戦力が残っているのに。虎の子の戦車がやられたんです。そりゃ逃げたくもなりますよ。どうする、クロード。追撃するか。いや、僕たちの任務は通信設備の奪取だ。深追いする必要はないよ。
さあ任務を遂行しよう。みんなで手分けして通信設備を探すんだ。えいへい、そんじゃお前らもう一仕事だ、行くぞ。ありがとう、助かったよレイリー。朗報だ、司令部より勲章が授与されたぞ。先ほどの作戦では見事な活躍だったな。司令部からの褒章を受け取るがいい。あん時のマイルズの面ったら。あの距離に着弾したらそりゃ腰も抜けますよ。ラズ、マイルズ、調整用のパーツをもらいに行く、付き合え。あ？そんなのお前一人で。あ、ほらラズさん、行きますよ。どうしたんだみんな。ちょうどいいわ、二人で話がしたかったから。レイリー、座っていい？ああもちろん。7月15日、今年ももうすぐね。星の子祭りの夜、ハーフェンの街中の子供たちが大騒ぎした。夕暮れと同時に時計塔を駆け上がって、5番目までに着いた子が鐘を一度ずつ鳴らす。鐘を鳴らした子は星の子メダルをもらって、それから1年、胸につけることを許される。君は毎年メダルを誇らしげに胸に光らせて、僕にはそれが眩しかった。大好きだったもの、あのお祭りが。絶対に負けたくなかった。だからきっと気づいてくれると思った。バカね、忘れてるかもしれないのに。忘れない。君はあの頃の思い出を絶対に忘れたりしないよ。信じてるのね。私は自分の意地で逃げなかっただけ。弱虫クロードがあの局面を打開するなんて全く信じていなかった。だけどあなたはやってのけた。移動願いは取り下げたわ。もう少しだけ猶予をあげる。本当に弱虫じゃなくなったか確かめる責任が私にはあるから。そしてあなたには証明する責任がね。改めてよろしくレイリー。
町が、レーヌの町が。何？行こう、レディ。街が燃えてる。どうして？あの街は連邦が接収したはずでしょ。帝国軍の仕業だ。奴ら我々に利用されまいとして町に火を。撤退したと見せかけて工作部隊が潜伏してたんだ。なんてことを。一般人だってまだいたんだぞ。通信兵も作業中だったはずよ。みんな逃げられたの。奴ら焼夷剤をまいたようなんです。火の回りが早く、ほとんどのものは。そんなレリー、しっかりしろ。火が、また火が、いや、お父さん。お父さん、しっかりしろ。あれは僕らの故郷じゃない。君のお父さんはあそこにはいない。